はい。ということで、今日はですね、えー、まあ、タイトル通り、まあ、ムカついた、クソ案件に物申しみたいなね、動画の内容にはなってるとは思うんですけども、まあ、一本ぶっ通しで喋っていこうと思うので、ちょっとこう、言葉が詰まるってろとかね、えー、もうあると思うんで、まあ、それがリアルな、まあ、意見、<laughs> ということで、えーかん、えー、まあ、見てもらえればな、と思います。で、まあ、 最初ちょっと違うこともしゃべるんですけども、まあ、だんだんつながってくるのであの最後まで見ていただけたらなと思いますはいでまあ最近の話をするとですねえー、まあちょいちょいねあのお話をいただいたりしたのでまあ紹介していこうかなと思うんですけどもまず昨日の動画でねあのウルバさんっていうね知ってる方も多いと思うんですけど、まあ、ファッション YouTuber の方がいまして でジャンル的にもね、まあ、ストリート系なのでやっぱちゃんとそういうなんていうのかな「シュプリームレアスニーカー」に頼らずに配信してる人っていうのはかなり少ないのでもともとねなんかこう生産とかあこの裏話みたいな工場の裏話みたいなのとかもよくされてた方なのであ本当にねあのガチのアパレル詳しいあのそういう 裏方とかね、もう詳しい人だなと思って見てたし、で、まあ個人であるってことで、まあ、インスタグラムね、フォローさせていただいたら、すぐ DM 来てで、なんかね、よかったら一緒にできたらいいですねっていう話したりしたんですけど、まあ、ぜひね、いつかなんか一緒できたらいいと思うし、まあ最近僕はね、あの、下着のパンツを作りたいなと思ってるので、なんかいい業者とかあったら教えてください。はい。と <laughs> いうことで、まあ最初はね、 まあ、うるまさんの話から始まるんですけども、まあ、これもね、後々後につながってくるんですけど、えー、まあ、案件の話に入っていくと、まあ、僕が少しインスタグラムで触れてたので、何の話だろうと思った方いるとは思うんですけども、まあ、ちゃんと話したことがなくて、まあ、今日はそれについてね、まあ、深く掘り下げていこうかなと思ってるんですけども、まあ、皆さんが、 あの知ってるとこで言えば、えー、なんかまあ商品提供を受けて紹介するとかね、えー、そういうイメージだと思うんですけど、まあ、僕の場合はファッションに特化してるので、まあ、同じようにブランド側から紹介してくださいとか、えーまあ、スニーカー系、えー、とかね、えー、ブランド古着とか。 というところからまあ、ちょいちょいね、えー、紹介してくださいっていうのはあるんですけどもまあ例えば、えー、それ以外にも、まあ、最近う嬉,、えー、嬉しかったことで、えー、北海道のショップのクローゼットさんっていうお店があるんですけどまあ、少し前からねちょいちょい DM とかさせてもらってたお店でまあそのオーナーの西井さんって方がすごくね あの僕と考え方が、まあ、似てるって言ったら嫌かもしれないですけど、芯、あのーまあの部分は似てると思うんですよね、考え方が。で、あのー、ちゃんとんですか知識もあって、これがこうだから、これがかっこいいじゃんって提案できるようなショップさんなので、本当はなんか北海道の方はね、ぜひ虎にきりの動画を見て興味持ってきましたっていう方がね、えー、<laughs> いたらあぜひ行ってほしいんですけど、 やっぱね、そういう提案ができるショップっていうのは今ものすごく少なくなってきてると思うしやっぱ僕もアパレルの今ディレクターとして活動させてもらってますけど、まあ、そういう自分も見ててあかっこいいなとこういうことを話せる人に、まあ、認められたじゃないけどそういう話を頂けるっていうのはすごくまあ光栄なことだなと思いました。ぜひあの クローゼットさん、えー、検索してとていう、えー、ことで、まあ、ちょっと案件っぽくなりましたけど、これは全然案件じゃなくてですね、まあ、個人的に、えー、かっこいいと思っているので紹介したんですけど、まあ、こんな風にね、あのー、僕はお金をいただかなくても、前もこれ動画で話したことあるんですけど、自分がこうかっこいいとか、なんかこの人面白そうとかね、うるまさんもそうですけど、 いう人にはね、やっぱりこう一緒に何かしたいなって思いますしその案件の中でもあこれ面白そうだなっていうのと全然ジャンル違えじゃんっていうのとまあいろいろあってほとんど今まで案案件件という案件は断ってきましたそれは、えー、と僕のやってるこの YouTube に合わない。 からお金をもらったとしてもやれないなと思って今までそういうお金を払うからえ紹介してくれっていうのを断ってきたんですけどもで今回のその本題に入っていくとですねまあインスタの DM が大体多いんですけどメールアドレスの方から問い合わせが来ましてでまあその問い合わせの内容が うちのセレクトショップの取り扱いを見てもらって、あのー、まあ、ざっくりですよ。めっちゃ簡単に喋ると、まあその YouTube 活動に影響がない程度でもいいので、あの宣伝してくださいと、うん。で、まあギャラの方は相場がわからないので、まあ言ってくれた金額出しますよみたいな、うん、ことをメールでいただきました。で、まあ僕も、えー 国内のセレクトショップっていうのはめちゃめちゃチェックしてて、えー、まあどういうこと,とこがどういう取り扱いしてどういう提案のやり方で、えー、どういう着こなしでっていうのはやっぱりね参考になるんでチェックしてるんですけどもあのまあ聞いたことないショップだったんですよでまあクリックして5秒ぐらいで気づいたんですけどまあそれをちょっと長めに話すとねまあ ククリリックするとまあスプリームバレンシアが,が出てきたんですよでまあ一瞬まあ,こ,あこれ頭の中の2秒ぐらいの話ですよああこれブランド古着かなって思ったらあのー、右下に S とか M って書いてあってあれみたいな <laughs> って思ったらあのフェイク業者でしたフェイク業者でまあ僕はねあのー、アパレールのディレクターもさせてもらって、えー、立場ですし個人的にも バイヤー、えー、だったり、ヴィンテージのバイヤーとしても、えー、販売している立場の人に、まあ、偽物をね、金払うから、紹介しようということでメール送ってきて、まあ、すごくね、いやトラヴィスと愉快なだけに、トラヴィスと不愉快でしたね。えー、アホかと思いましたけど、まあ、もちろんその人たちは、 多分動画を見てこの人に紹介したいしてほしいって言って送ってきたわけではなくて多分「スプリーム m って検索して、えー、そのチャンネル登録数が多かった人に多分みんなに DM してるんだろうけどまあ「スプリームの動画で言えば今かなり多分増えてて僕が多分最初のこの「スプリームの ね、ウィークするときは、多分ほとんど僕ぐらいしかしてなかったんですけど、日本だと。今はもう多分100人とか200人とか300人とかの人たちもいっぱいしてる人、まあ、同じような内容ねみんなね、え <laughs> をしてる人たくさんいますけど、で、まあそれで人が多くなって1万人超える人とかもいると思うんですよ。で、まあその人の中には、あのー、シュプリームの、 チプリフ、ね、レアスニーカーとかでもそうだけど、えー、本物と偽物を、あのー、比べてみましたとかっていう動画を出している方とかいて、もちろんそれは再生回数増えるんでしょうけど、ちゃんとね、その要所要所でこういうのはダメなんだよっていうのをちゃんとはっきり言わないと、まあ、言えばそういうのを見てる人たちって、 まあ、若いいい人人とかかあんまりよくわってない人が多いわけでやっぱコメント欄見るとねわこんなに安いんだったら偽物安いんだったら欲しいとかそこを売ってる業者どこですかとかってコメント欄とかに書いてるのをすごくこうたまたま前見た時に多くてやっぱりこう配信してる人が配信してる人だったら、まあ、レベルもそうだなとうん思ったっていう話もあって。 なんかそれであのフェイク紹介して、あこういうのダメなんだなって思う人はまだいいけど、それでね、あフェイク、こんな安く買えるんだったらこっちでいいやって思っちゃうっていうのがね、うんまあ、そこはね、今の洋服のちゃんとした価値ではなくて、値段としての価値、プレネだから買うっていう人が圧倒的に多い世の中だから、そういう若い人。 もう、そう勘違いしちゃう。のもまあ、しょうがない、え現象なので、僕がそれを買いたいと思ってね。まあ、僕も YouTube 始めたんですけど。で、まあ、えさっきも話した通り、まあ、そういう内容の、えーメールがね、僕に届いたという、話で、ね。 途中最後なん,なんて話せばいいか分かんなくなっちゃって一回こう区切るんですけどまあ大まかなまとめを言うとまあいくらお金積まれてもやりたくないこととかこうかっこ悪いと思うのを宣伝したくないなっていうねええー、ことですはいでもちろんねまあこれ用の動画を見てまあ案件を送ろうと思った会社の方もいると思うんですけどまあ僕はねまあレイドバックとかもそうなんですけど あの他のね人に紹介まあ某 YouTuber の方がね紹介したいと言ったみたいなんですけどそのレイドバック側がちょっとファッション YouTuber の人に紹介されるといえばレベルが下がるというかちょっと困るんでって言って。 でもまあトラビスさんだったらいいですよっていうことを言ってもらったりとかねやっぱりちゃんと見てる人とか内容を理解してる人っていうのはそういう評価をね、えー、してくれてるわけなんですよはい見る人が見ればわかるしわかんない人が見れば何この人言ってるんだろうで、えー、まあ、終わっちゃうのがま YouTube なんですけど、まあ、これからも本当このスタンスをね崩さず自分は自分らしくねあのー 突き進んでその結果がどうなるかは分かりませんけどまだ今後もね自分の活動そしてセクショ o のディレクターも頑張っていくのでよかったらこのタイミングで <laughs> チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いしますでまたねあの最近人気の激辛、あのー、コーディネートの動画とかも載せようと思うので まあ最近新規の人もかなり増え始めましたしね一時期に比べるとまたなんかえ来年はえまた大きいイベントみたいなのもできたらいいと思うし、まあ、今年もね本当は1個ねえやらなければいけないえイベントみたいなのも残ってるんですけどちょっとまだ今のところ未定なのでえぜひそちらの方もね楽しみにしていただきたいなと。 思います。ということで今日は、ト、え、ラ、ー、虎にきがちぎれの草案件について物申すという動画でございました。また見てくださーい。バーイ。